皆さん、こんにちは、こんばんは。シンガーソングライターのまなみです。はい、今日はソロのシンガーとしてこの撮影に挑んでおります。なぜかと申しますと、この度グースハウスレーベルからコンセプトアルバムをリリースする運びとなりました。ありがとうございます。その名も恋愛小説と通過列車と1グラムのため息というアルバムです。このアルバムはですね、タイトルにもあるんですけれども、恋愛小説、通過列車、1グラムのため息というこの以上3つのワードを使ってですね、7人のメンバーがそれぞれ7つのストーリーを書き下ろした作品となっております。ソロコンピレーションアルバムってやつですね。で、私まなみの曲のタイトルですが、25時のシンデレラという曲です。この曲のテーマはですね、女はいつまでも女の子でいたいっていう、そう、女はね、いくつになっても女の子でいたいんですよ。いくつになっても好きな男の子には可愛いねって言われたいんです。だからそのためにドレスっていう鎧をまとってね、フリルっていう武装をしてね、恋愛に挑むわけですよ。だけどね、鎧は重たいから時々疲れちゃうんだよね。だからね、恋愛にはそんな重たい鎧はいらないよっていう、鎧なんか脱ぎ散らかしてポイシャエっていう、そんな一曲になっております。この曲で世の女性の背中をこうドンと押せたらいいなと、押せたら本望だなと思って書き下ろさせていただきました。で、この曲の聞きどころはですね、私まなみ今回スイングという曲調に初チャレンジしておりまして、ジャズですね。なんでこう体が思わずこうノリノリに踊り出してしまうような、そんな痛快なアレンジになっております。なので皆様にもきっと楽しんで聴いていただけるんではないかな、楽しんでほしいな、もらえたらいいなっていう、そんな思いを込めて作りました。発売日は2016年7月6日水曜日でございます。何卒ご予約をお待ちしておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。以上、シンガーソングライターのまなみでした。ありがとう、バイバイ。